皆さんこんにちは、三蔵です。今日の動画はズバリ浄土真宗と他宗派の違いです。お見送りや法事、お仏壇の飾り方など浄土真宗には他の宗派と異なる作法があります。今回はそこにスポットを当て、さまざまな相違点を紹介します。日本で最も信徒が多いと言われています浄土真宗のことを知っておくと、普段の暮らしにもきっと役立つはずです。ご興味を持っていただけた方は画面右下にある似顔絵アイコンをポチッと押してください。チャンネル登録や高評価、コメントもこの三蔵大変喜びますので、こちらもよろしくお願いいたします。それでは早速参りましょう。浄土真宗の教義、詳しい内容に入る前にまず浄土真宗の教えをおさらいしましょう。以前の動画でも紹介したけれどね、浄土真宗には追善供養の概念がありません。その理由は摂取不捨の利益と即得往生の教えにあります。摂取不捨の利益は念仏を唱え、阿弥陀様に全てをお任せすれば死後すぐに極楽浄土へ連れて行ってくださる阿弥陀如来による救済の約束。即得往生とは、阿弥陀如来の約束に基づいて現世で信心していれば亡くなってすぐ極楽浄土で仏になる、成仏するということです。これは浄土真宗の確信をなす教えです。つまり人が亡くなると阿弥陀の慈悲によって救われる、極楽浄土へ導かれるのです。魂がこの世をさまようことはありません。せやからね、個人が冥土で良い報いを受けられるように祈る追善供養の概念がないんです。浄土真宗における死は浄土で成仏することです。仏になることなんですね。遺族が個人の冥福を祈り、喪に服する、喪中も個人が冥土で旅する帰中という考え方もありません。皆さんはご家族を亡くした方へどんなお悔やみの言葉をかけますか？一般によう使われているのはね、ご愁傷様です、お悔やみ申し上げます、ご冥福をお祈りしますなどですね。実はこの3つの中に浄土真宗にはふさわしくない言葉があります。それはご冥福をお祈りします。冥福というのは冥土での幸福、冥福をお祈りしますは個人様の死後の幸福を祈っていますという意味なんですね。そもそも冥土とは地獄、餓鬼、畜生の3つの三幕道のことなんです。亡くなったらすぐ浄土に往生する浄土真宗の教義とは明らかに違いますやろ。お悔やみを伝えたい相手が浄土真宗だという可能性を考えるとね、どの宗派でも問題なく使えるご愁傷様です、お悔やみ申し上げます。この2つを覚えているといいですね。これまでの流れから分かりますように、浄土真宗の道義は追善供養が目的ではありません。仏様の教えを学ぶ場と考えていただくと分かりやすいですね。他の違いも見ていきましょう。一つ目は旅支度をしない。他の宗派では個人が無事に来世にたどり着けるように個人に旅支度をさせるのが一般的です。せやけどね、亡くなってすぐ往生する浄土真宗では死での旅には出ません。三途の川も渡りません。せやから手足を守る鉄鋼や脚板、旅道具を入れるズタ袋、杖や三途の川の渡し鎮と言われる六文銭など、いわゆる旅道具を用意することはないんですね。二つ目は清め地を使わない。浄土真宗では死を汚れとは考えません。通夜や葬儀に参列しても身を清める必要はないんです。通夜や葬儀で配られる清め字を使いません。3つ目は戒名をつけない。戒名は迷わず極楽浄土にたどり着くために、仏教の厳格な戒律に基づいて修行の証としていただく名前なんです。現世で阿弥陀様への信心を誓い極楽浄土へ連れて行っていただくことを約束された浄土真宗の信徒に戒名はありません。代わりというわけではないんですけども、浄土真宗には法名があります。法名は阿弥陀様の教えにお任せする人がいただける名前なんですよ。仏様の教えを拠り所とする証として生前に授かるものなんです。戒名は最後に故事や神事といった遺号がつきますが、法名はすでに仏様の弟子であるという意味の釈号、釈をつけます。
次に浄土真宗のお仏壇についてお話しします。他の宗派との大きな違いは位牌がないことやろうね。位牌とは個人の戒名や没年月日が書かれた木の札で、個人の魂が宿るとされています。何度も説明してきた通り、浄土真宗では没後すぐに往生するので、個人の魂が現世にとどまることはありません。往生とは極楽浄土へ行き生まれるということなんですね。だから魂の拠り所とする位牌も必要ありません。ご先祖様も皆極楽浄土にいらっしゃるので、浄土真宗のお仏壇に位牌を置くことはありません。その代わりって言うたらなんやけどね、浄土真宗では過去帳をお仏壇に飾ります。過去帳とは先祖代々の法名、俗名、没年月日、去年など過去の亡き方の記録帳です。直近に亡くなられた方の名前も記入します。普段は仏壇の引き出しなどに保管して、法要や月命日に仏壇の中に飾って故人を偲びます。仏壇自体で言うと、昔の浄土真宗では金箔を貼った神々しい金仏壇が主流でした。せやけど最近はね、モダンやシンプルな仏壇が好まれるようになっています。そこはご家庭の事情によって選んでくださいね。水前供養の概念がない浄土真宗では法要しないと思っている人もいてるかもしれませんね。法要の意味が他の宗派とは違うだけで、浄土真宗でも執り行います。浄土真宗における法要は、個人を偲んで仏様の教えに触れるのが目的。個人のために生きている人が善行を行う水前供養の意味ではありません。以前の動画でお話しした戒厳供養、平願供養がないのもこうした浄土真宗の教義によるものです。法要を行う意味は他の宗派と違っていても、個人を偲ぶ心、先祖を敬う気持ち、そして仏様への敬意は他の宗派と何ら変わりません。今回は浄土真宗と他宗派との違いをお話ししました。日本で一番多い宗派とはいえ、供養をしないとか位牌がないとか、まだまだ知らんことが多かったんと違いますか。三蔵は浄土真宗の僧侶でありますが、あの宗派はダメ、この宗派はあかんなどを言うつもりは全くもってありません。お釈迦様の教えの目標は、悟りを開いて成仏する、仏になることが目的です。それを踏まえると、いろんな目的につながる方法がいろいろあると思います。私が皆さんに伝えたいのは、どんな形であっても折に触れて個人を忍び、時々は仏様の教えに触れていただきたいと思います。そのために私たち僧侶が存在していると思っています。これからも葬儀や仏事にまつわる知識を中心に、皆様の疑問の解消や日々の暮らしに役立つ情報を短く分かりやすく発信していきます。この動画が少しでも参考になったという方は、右下の三蔵の似顔絵アイコンからチャンネルの登録をお願いいたします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。